はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、やってきました月に一度のドリームフェスですね。こちらがやってまいりました。 SSR 以上確定、さらに SSR 出現率大幅アップですね。 フェスね、限定に SSR 技の松山光が登場です。松山君、貴重な、ディフェンダーのね、ディフェンスミッドフィルダーですね、松山くんが手に入る感じです。で、まあ、ちょっとね、本当に欲しいので、イーグルダック S ですね、欲しいので頑張って引いてみようと思います。まあ、割合としてはですね、5%、 普通はね SSR は 3% など 5% なんで、そこまでいいのかなって気はしますけどもね。まあ確率が上がってる分、まあいいとしましょう。そしてですね、0.417% ですね。で、ここで持ってないのが、ジトーと、葵と、松山ですね。北海の荒橋ですね。あと、中学の、ヒューガですかね。で、真のキャプテンシーとかも持ってないですね。ここら辺もう下からはだいぶ持ってるのが出てきますね。まあ、ちょっと省略しましょう。なんとしても、雪国が生んだ努力の天才松山光、こちらが欲しいですね。というわけで早速、ドリームフェスですね、やっていこうと思うのですが、そうですね、またこれですね、昨日ですね、えらく出るね、ものすごく出るSSR が出るね、昨日でちょっと縁起を担いでいきましょう。どれだけね、いいのか、日の参ります。日の出、さあどれだけ出るのかな。鳥は 4羽ですね。そして羽が2枚落ちました。では行きましょう。ファイヤーですね。どうかな。思い出のシーンも出てきて、あ、1枚のみ。日の出1枚はちょっと辛いな。あ、2枚に変化、2枚じゃない、3枚に変化、2枚アップして3枚に変化。そして日野は3枚では、そうですよね、3枚では悲しいところ。おっと、もう1枚出てきた。5枚、お、6枚、今回いいんじゃないですか。三上か。あ、まあいいでしょう、まだ若林がね育ちきってないので、よしとしましょう。まあ日野が5枚ということで幸先いい感じですね。 SSR も5枚なので、いい幸先、いい感じです。そしてですね、ログインでもらえる、あ、真夏の R 以上確定チケット会社ですね、こちらも引いてみたいと思います。では行きましょう。まあ R 以上なのでね、 R しかね手に入らないんで、まあこんなもんでしょう。俺の全力サッカーだ。R だとここに差し込みがね、少ないという感じですね。差し込みというかカットインですね、カットインが少ないという。また翼です。まあいいでしょう。さあそしてやっていきますね。松山くん、1回目ですね、参りましょう。松山くん出てください、よろしくお願いします。さあ最初はどうだ。鳥は1羽、そしてこれはちょっと悲しいぞ。翼くん、美咲くん、足は、そしておっと、これは虹、一つはいけるか。虹来い、おい、1枚は確定しました。さあ誰が来るかなっていう感じですね。もうカルツですね、カルツ、こちらのカルツは持ってなかったですね。ハリゼネズミタックルのカルツですね、よかったです。さあ誰、ジトーですね、よかったです。ジトー持ってなかったのでよかったです。ディフェンダーが増える分には全然オッケーです。ありがとうございます。でも松山くんが欲しかったな。まあいいでしょう。まあ隣にね、ここに松山くんがいるんですけどね、ボランチを。さあ行きましょう、2回目、行きます。さあ確定してくれ、ガス確定してくれ。3羽飛んで羽が2枚、ここはちょっと厳しそうだ。さあおっと、1枚また確定ですかね。
1枚は確定。そしてロベルトが出てきたところでもう1枚来てくれなかった。さあ1枚でどうなる、誰が来る、見すぎかぶりです、見すぎかぶりです、これはつらい、見すぎ、これで3枚目つらいな。さあまだまだいくぞ、まだまだいくぞ、ドリームフェスガチャっていきましょう。何も出てきない、これはこれは悲しいぞ、これは悲しい、うわー全然ダメだ、全然ダメだ、うわー全部 R、 全部 R、 あ SR で全部 SR です、うわ悲しいです、悲しいです、悲しいことが起きました。テリーム今度悲しいです。さあ4セット目ですね、40連いきましょう、1枚は出てほしい。さあ鳥は5羽、5羽です。そして羽は2枚ですね、2枚、ここは期待を持っていきましょう。うわダメだ、全然ダメだ、期待が持てたのに、おっと1枚確定、よかった、1枚変化、よかった。さあ最後にですね、最後に出てくる、最後に出てくる、さあなんだ、松山君来い、ピエールのシエードシエールシードピエールですね、 FL 攻撃スライダーシュートのピエールですね、かぶってないだけまだマシです、ありがとうございます。でも欲しいのは松山君なんだ。さあ5セット目参りましょう。おっとこれはいつもと違うぞ、花吹雪。さあこれでは、これはもう1枚確定、確定だったはず、うんこれは1枚確定、やったぜ、あら1枚、あそうですね、1枚確定だったはずなのになぜ出てこないと思ってちょっと焦りました、ふう焦ったぜ。さあ出てくるのが、うん松山くん出てきました、ありがとうございます、ディフェンダー松山くんが出てきました、違う松山くん違いだ。まあでもこれでディフェンダーが、2枚出てきてくれたことで、ね、いや松山くん違いだな、松山くん違いです、まあいいでしょう、これで私のチーム全員、UR ですね、 UR になるのでありがとうございます。さあ今回ラストですね、ラスト6セット目ですね、6セット目参ります、60連目ですね、 1,2,3,4,4 はですね、1枚2枚ちょっと微妙ですね。さあどうだ、あーこれ全然ダメだ、もう諦めモードです、うわもうダメだ、どうにもならない、うわー辛いな、まさか全 R になるとは思わなかったです、全 R です、60連引いて全 R です、ついてなかったです、まあこんなもんでしょう、松山くんは、フェス限、松山くんは諦めるとしましょう。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。